どうも、赤プリです。今回はグランドフェスティバルの特別ギア7種とプレート3種についてです。それでは早速いきましょう。グランドフェスティバルの特別ギアとプレートはゲーム内のプレイが条件ではなく、任天堂のゲームニュースを経由することで手に入れることができるものになってます。具体的にはまずホームメニューにあるゲームニュースを選択します。ここではいろんなニュースが出てきますが、この中にグランドフェスティバルデザインの特別なギアとプレートプレゼントというのがあるので、これを探して A ボタンで決定します。もし見当たらない場合はプラスボタンを押すとチャンネルを見つける画面に遷移するので、右上のキーワード検索項目を選択してここにスプラトゥーンと入力します。そうするとイカ研究所通信スプラトゥーン3というのが出てきて、これを選択することでスプラ3のニュースだけに絞り込めるので、対象のニュースを見つけることができるかと思います。画面を下の方にスクロールするとスプラトゥーン3を起動するという項目があるので、ここから起動します。この後はいつも通りロビーに移動しまして、この端末メニューのアイテムゲット項目を選択すると、7つのギアとプレートをまとめて受け取ることができるといった感じになってます。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。